ペインティングナイフペインティングナイフは油絵を描く際2種として絵の具を画面に盛り上げるのに用いられる薄い鋼鉄製のパレットナイフの一種ペインティングナイフの用法ペインティングナイフの用法ペインティングナイフを用いた絵画表現の霊絵画表現としては油絵具の盛り上げや平滑な塗り込み画面上の絵の具のならしや描き取りなど筆とは異なる力強く高質な塗り表現に用いる パレット上に出した絵の具をナイフの刃の底面ですくい取り、そのまま画面に押し当ててスライドさせることで塗り描くことができる。その際、押し付ける強さやスライドさせるストロークと向きにより、絵の具に残るハートに様々な表情を生み出せる。また、すでに画面上に塗られた絵の具をすくい取って表現効果を生み出すこともできる。さらに、絵画表現以外にもパレット上の絵の具同士を 混色する際やパレットの掃除の際などにも利用する場合がある。油絵でペインティングナイフが一般的に使われるようになったのは近代に入ってからである。先駆波浪焼き付け画法に見られ、19世紀頃より油絵の画法の一つとして普及した。19世紀のフランスの画家、ギュスターブ・クールベはこれを巧みに用いたことで知られる。ありがとうございます。